やるな。お前たちの強さを証明するチャンス。次はメガコープゲーム。メガコープゲームにようこそ。プレゼンテッドバイメガコープ。さて、挑戦者が最初に予選で戦うのはメガコープの精鋭グラディエーターチーム。だが予選を生き延びても安心はできない。金網でスマッチの手を荒くの井戸が待っている。おっと、規定種目にはホバーバイクレースもあるぞ。相手はメガコープレーシングチームだ。警告、メガコープはゲーム中の自己障害死亡、その他の損失について一切責任を負いません。自己責任でどうぞ。メガコープゲーム、合言葉はメガ。
ここがコアターミナルだ。なんか情報引き出そうよ。このエリア全体にパワーが来てないっすよ。そっか、メインテナンスボット呼ぼう。あいつ追いかけて自分で直そう。じゃあ、プロトペットの情報を引き出そうぜ。なんだ？この形はボルトっすよ。はあ？コンピューターまでお金取るのかい？絶対、この銀河おかしいよ。
私、ドクターフルブラッターが実験体13号についてレポートします。なお、極秘情報につき、これを見た一般社員は自動的にクビです。 DNA 解析によれば、実験体は穏やかな習性を持ち、外部からの危険に対する攻撃本能は抑制されるはずでした。が、観察中に血中モンストログロビン濃度が極度に高まる現象が何度も発生し、習性も劇的に変化しました。凶暴化です。凶暴性を中和する試みの成功には至らず、わずか生き残ったスタッフは実験体をメガコープ新宇宙処理施設にて永久処分すべきとの意見を寄せております。あ、コンピューターの記録ではこの報告を見たのは我々だけっす。じゃあフィジージェットさんもまだ。知らせなくっちゃ。ヤッホー、つながった、やっとだよ。あの、報告です。ビデオによればプロトペットは人を食べちゃって、つまり凶暴なんです。ああそう、ああ砂糖ミルク全部抜きで。こっちの話も聞いてよ。あのプロトペットには致命的な凶暴性があって。ちゃうちゃう、なしなしで。ん、何？ああそうそう、風呂でいっぱい光合成ね。もう、あの、やはりプロトペットは処分すべきっすね。銀河のゴミ箱 DS ディスポーザーがいいっすよ。ああ、それじゃあ諸君、先に言っててくれたまえ。パスワードを入れないと攻撃されるからな。あれは確か、クォークタスティック。ああ、それ、じゃあ。